おはようございます、釣り子 TV です。これね、気になっていた巨大ルアー一つ買ってきてみたんですけども、ハイドアップのですね、面白い名前ですね、ペラー248。ペラこれを買ってきてみたんで開封していきたいと思います。はい、ペラー、248なんですけど、まあ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 、価格がですね、4455円っていうことで、これねマニアックスで売っていたんですけども、チャートバックホロっていうねカラー選んでみました。まあ視認性がねいい、こういうチャートバック系のね、カラーで、ボディの方はちょっとねクリアっぽい感じなんで、ちょっとこれはどうだろう、シーバスなんかを意識したようなね、そんなカラーを買ってみたんですけども、もうねでかいですね。24センチを超えてくる大きさですからね。まあどんな感じか早速開けて出してみたいと思います。はい、ペラー248出してみましたけど、いろいろ気になる点があるんですけども、まずはねこういう感じで針がね4本ついていて、全部ねフッ素加工のいい針がねついてるんですよね。で、貫通式ワイヤーですね。こういう感じのボディの中の、あ、これ作るの大変そうですね。で、愛がこんな感じになっていて、ちょっとね、重りの入り方がこう独特ですね。ボディの下の方に、こういう感じで入っていると。ね。で、ペラーっていうだけあって、これですよ、これ。ペラペラですね。うん、薄いペラペラな感じで、ただね側面は結構こういうボリューミーな感じに見えて、ここのこの変化は絶対面白いよなね。で、3本フックでいきそうなところをこう4本ね針がついているっていうところもねちょっと気になりますよね。なんというか、まあ本当今までにない感じのルアーだよなぁと思って、でリップがこんな感じなんですけども、どんな動きするんでしょうか。これね、水に入れて早く使ってみたいなっていう感じですけど、シーバスね9月ぐらいから積極的に行こうかなと思ってるんで、そんなタイミングで使いたいなって。ブラックバスだとどうだろう、購入するタイミングあるかなっていう感じなんですけども、面白いですね。下手なビッグベイトよりもビッグベイトなミノっていう感じですかね。何にしてもこのボリューム感、大きさなんで、ちょっとね、まあなんとも予想がつかない。ただもうね4本針があるんで、手にもね腹筋絡みついてくるし、で出したいところはまあね川筋で使ってみたいな。もちろんこの白パターン絡みなタイミングで、で川筋で小さなミノーだと何匹釣ってもちょっと同じサイズの金太郎飴だよっていう、そういうタイミングでちょっとサイズアップを狙ってね投入するルアーが欲しいなっていうことで買ってみました。そういう動きをするルアーとしてはですね、メガバスのねカナタ SW っていうのがね、あれめちゃくちゃねでっかいシーバスなんかも反応して、でね飛びもいいからよく使ってるんですけども、でカナタでもっていうタイミングで、その一個上のでっかい身の何かないかなと思っていたんで、そういうね、カナタだと70止まりなんだよなっていう時にランカーを狙って、このペラーっていうのをね入れてみたらどうかなと思ってね買ってみました。でね、このねリップが外れるみたいなんですよね。はい、今ね片手でね、ごめんなさい、カメラ持ってるんでカメラ外してね外してみたんですけども、結構簡単に撮れましたね。ぬるっとねこのねリップはね取れたんで、これどうなんだろう、接着してから投げた方がいいのかな。でもいざという時にね外せるようにもしときたいし、こうなるともう本当ペラペラな感じのね、こういう感じになっちゃうんですよね。まあ平打ちなんかはすごそうですけども、リップつけて使った方がいいのかな。リップ
なしの方がいいのかな。ここら辺はね、まあ状況とかにもよると思うんですけど、川で大潮で流れがめちゃんこ速い時なんかこういうちょっとリップなしモードでね、流れに乗っけてこう合い引きプラスたまにジャークを入れた誘いなんかも効きそうだなーなんていうね、まあいろいろと想像力をねかきたててくれるルアーだなーとね思います。結構ねこれね簡単に作っちゃう。ね、ガチャンっていう感じはないんですよね。これ通常の時投げたらぶつけたら取れちゃいそうだなって感じで、まあリップ付きモードのどうだろう、接着した方がいいのかな。ちょっとここら辺はね調べてみます。はい、こんな感じの、ペラーさんですけども、裏に説明書きがあるんでちょっとね見ときたいと思いますけども。ペラー248、ボディの薄さでインパクトと戸惑いを与え平打ち明滅するナイフみたいな形、リップなしでは愛字、一定速度を超えると平打つ、ボディの大きさから想像できない飛距離。あ、これね重心移動とか入ってないと思うんですが結構飛ぶんですね。操作が簡単っていうふうに書いてあるので、248mm でフックがこれ20番のフックが付いております。スプリットリングのサイズは4番だよということで、ボディ強度、ボディ圧が背中側が 1mm で腹側が 1mm ということで、せり出した背中をわずかに水面に出して浮き、風や波を受けてゆらゆら動きます。一方装着すると未能的になり、ヨタヨタした動きを演出します。ジャークを入れるとギラッと平打ち、比較的なアクションが出せますということで、対象魚が面白くて、バス、シーバス、赤目、青物、GT、マグロ、世界中のフィッシュイーターということで、H から XH クラスのベイトタックルで投げてくださいという感じですかね。マグロまで狙えるよっていう感じで、でここ飛距離が重要かと思いますので、そのマグロの射程距離まで届くようなぶっ飛びなのかなっていうのはねちょっと気になるところですね。まあ実際にね自分は短めのベイトロットで平打ちを出しやすいような感じで投げようかななんていうふうに思ってますけども、何にしてもちょっと今までにない感じのルアーなんじゃないかなって思いますんで、これでね、絶対秋口には魚かけれるんじゃないかなと思うんでね、飛びとかねも含めて、ご案内していければと思います。ね、ちょっと気になっていたルアーなんで早速一つ買ってみましたが、はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちら、ハイドアップのですねペラー248、これを買ってね、開封してみたよってこういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。